ていこう。さあ本日のゲストは吉岡ワールドです。お願いします。お願いします。漁師の息子の吉岡ワールドです。あら、漁師の息子さん芸歴は1年目です。あら、もうフレッシュピチピチ。応援してください皆さん。あら、おいくつですか？今28です。おっさんやないかい。おっさんやも SMA そんなばっかりや。1年目言うてももうね、1年目のフレッシュ吉岡ワールドよろしくお願いいたします。お願いします。さあそれでは出してください。はい、お願いします。はい、さあ先生どうでしょう。そうですね、実はあのこの間彼と一緒で飲み行きました。そうなんですよ、実は。そしたら時間が違ってた。はい、時間が違ってた。ちょっとおっちょこちょいなんですよ。なるほど。ということはもう一回改めてって感じですね。そうです、改めて見ましたんで、はい、なんか巡査閣って言って、はいはい、これなんかそういうあれでしょう、管理職の。お、管理職、官僚になる名刺ですよ。え、しっかりしてるんですか。やった。実はだから在官がありますから。はい、むしろあれ公務員、あの高級公務員にならない。高級公務員。おらおらおら、じゃあちょっとどうですか、自分の中でそういうのあります。あれじゃないですか、大菓子のほらそういう官僚みたいな、ほら役所のなんか、はい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 、課長さんとか。あ、そういうしっかりとした仕事が向いてるんですね。はい、その方がいいかもしれないですね。でもその方がいい。芸人として。そうですね、芸人、今年はちょプチブレイクですね。プチブレイク、ちょっといい、はい、ちょっといいです。おー、はい、ちょっとだけ、はい。そもそも芸人としてはどうですか。そうですね。ごめんなさいね先生。やばいやばい、一昨日から困らしてばっかりなんですけど申し訳ないです。そうですね、はい、なんかやっぱりちょっと自分が浮いちゃってますね。浮いちゃってる。まあよく、あのなんか空回りみたいな。だから前行きたいんだけどなんかうまく、はい、だからアクセルとブレーキがなんかうまくいってないみたいな。ああ、どうですか、自覚ありますか。あります。めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるんですね。でも先生、なんかどういうふうに芸人としては動いていけばいいとかありますか。そうですね、で彼の場合これ小山で、はい、まさにこの森林に囲まれてるんですよ。ほう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 。でそこに雨が来てるので、はいはい、そういう森林関係ですよ、どっちかというと。あ、だから森林の管理職。あ、そうですね、あの林業ですかね。林業の方に。林業、ずっと、はい、林業とかの方に向いてる、はい、漁師の息子だけど。この間の先日やった、はい、彼と一緒になんかやった方がいい。あ、確かにあの増加、ね、あ、そうか、はい、で、はい、増加ですもんね。あー、今井さんと、はい。山の民くんの山、あ、山の民くん、まさに山の民くんの。今井くんはダメだ、全部刈り取っていくんだから。あ、山の民さんと一緒に、はい、そうそうそう、だから育てる役ですね。育てる役ですか。あの、だから育てるのを管理する役です、ね。 あなたが育てて、はい、で山の民くんが販売するんだから、はい、おじゃあ山の民さんと組んだ方がいい。あ、そうですね、これあの3人で組んだ方がいいんじゃないですか。3人で先生、まあ一人なんですけども、ええ、そもそもどうですか、一人の方が向いてますか、それとも誰かと一緒にやった方が。そうですね、これ一人じゃちょっとダメかもしれません。あー、なるほど。誰かと組みたいとこあるんですか。そうですね、山の民さんとぜひ組みたいです。いいですね、ゼブラゾーンに一人加入の可能性がありますけど、はい、お願いします。さあ、じゃあ今年はでもちょっといいということで。そうですね、はい、はい、プチブレイクでお金も入ってきますよ。おら、うん、それが一番嬉しいですよね。嬉しい、はい、うん。じゃあ、最後何か聞きたいこととかありますか。どうしてもじゃあ恋愛運を。あ、これ彼女できますよ。やった。彼女できるんですか。彼女できますね。どんな人が。ね、結構ね気が強い人ですね。あら、あ、今いますか。今工場で僕バイトしてるんですけど、うん、全員僕以外外国人で、うん、その中に頭のいい気の強い、うん、オアンちゃんっていう子がいて、うん、その子のことかな、うん、その子が今いい感じなんですか。オアンちゃんとこの水の上の人って、はい、顔がなんか尖ってる人も多いんですよ。ほうほうほう。鼻が尖ってるとか、なるほど、顔が尖ってるとか、はいはい、なんかないですか、節々が。そうですそう。あ、相手のオアンちゃんどうですか。なんかなんか丸いイメージが。でも丸いです。ほら、じゃあオアンちゃんじゃないです。あ、オアンちゃんじゃない。ない。じゃああれかな。違う今いる人からできるわけじゃないんで、ね、絶対今から出会う可能性もあるんで、うん、そうですね、はい、あの2月4日以降です。2月4日以降に、まだ先なんでね、はい、あんま身内からばっか探さないようにさあ、でもね、恋愛はうまくいくとのことなんで、はい、吉岡ワールド君が今後、誰と組むのか、それとも一人でやっていくのか、はい、そして今年のプチブレイクはどんな感じなのかをお楽しみに、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。先生もありがとうございました、はい、まだまだ明日からも SMA 芸人続々と登場いたします。また明日からもご覧ください。また明日。